大気車は世界トップクラスの塗装品質と省エネルギー化を実現可能な塗装工場の設計、施工を行ってきました。そして今回新たなソリューションとしてご提案するのが、従来の自動化領域をさらに進歩させた自動表面検査システムです。塗装工程の最終段階ともいえる表面検査。現在、検査員の目で行っているこの工程では、検査員が違うと不合格品の場合と良品となる場合がある。検査項目が増えると検査員数を増やす必要がある。多くの検査員が必要である、目視のため見逃しの可能性があるなどの問題がありました。では単純に自動化すれば精度・効率が上がるのでしょうか。実はそうではありません。生産ライン上の製品に確実な表面検査を行い、品質を保証するためにはカメラの撮像範囲、撮像間隔と検査対象の搬送、ロボットレイアウトをインテグレートする必要があります。そのため検査工程の自動化には総合的にライン設計するスキルが重要になります。また従来型の自動型表面検査装置では、精度との引き換えでどうしてもラインタクトが犠牲になっていました。大気車のご提供する表面検査システムは、作業車と同等のタクトで従来型の検査装置では検知が難しい傷などを発見可能です。大気車が提供する自動表面検査システムは、検査ラインに合わせて様々な形態でご提案可能です。すべてを一括で自動化するだけでなく、既存の生産ラインに組み込むことで作業フローを維持したままの高効率化をご提案することも可能です。また検査結果は記録され、記録を上位システムと自動連携できます。大気車は塗装プロセスだけでなく、ロボットシステム、塗料サーキュレーションシステム、コンベアシステム、公害対策システムを含めた様々なトータルシステムの提供をしてきました。その知見を最大限に生かしてご提案する自動表面検査システム、最適な表面検査ソリューションをご提案いたします。